エザ・ハギギはイランテヘラン出身の同国代表 CS マリティモ所属のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。2006年ペルセポリス FC にてデビュー。デビュー戦ではアリダ・ AA の PK を止めている。2008から2009シーズンまでは第 3GK を務めることが多かったが、2人の GK の怪我を機に先発に抜擢され、以降先発として 出場機会を得るようになった。2010から2011シーズンにはペルセポリス史上最年少でキャプテンを務めた。2012年1月14日、FC ルビン火山と4年契約を結び、ロシアプレミアリーグでプレーする初のイラン人となった。また、ギリシャでプレーしたニマナキサに続く、ヨーロッパでプレーする2人目のイラン人 GK となった。 2016年1月21日、かつてペルセポリスで指導を受けた、ネロビンガーダが監督を務めるプリメーラリーガの CS、マリティモに移籍した。2017年3月13日、スウェーデンの AFC、エシルス・トゥーナに1年契約で移籍したが、移籍後すぐに負傷し、数ヶ月間離脱した。6月末に復帰し、7月8日の IK、シリウス・フォトボル戦でデビューした。 8月19日の丸目 FF 戦ではアシストを記録した。2018年3月13日、GIF、スンツバルに移籍した。ゼー、ウェイバックマシン、マリーティも、ホギリーニャコントラビンガだ。メイフッチボー、2016年9月4日閲覧。VM、マルバクトクラー FRAFC エスケルストナ。AFC エスケルストナ、2018年8月15日、閲覧。 サンツバルバーバーズオンクラーフォーラゴットエクスプレーソンセ2018年8月15日閲覧ありがとうございます。